コンビニエンスストアは音で満ちている。客が入ってくるチャイムの音に店内を流れる有線放送で新商品を宣伝するアイドルの声、店員の掛け声にバーコードをスキャンする音、カゴに物を入れる音、パンの袋が握られる音に店内を歩き回るヒールの音、すべてが混ざり合いコンビニの音になって私の鼓膜にずっと触れている。売り場のペットボトルが一つ売れ、代わりに奥にあるペットボトルがローラーで流れてくるカラララという小さい音に顔を上げる。冷えた飲み物を最後に取ってレジに向かうお客が多いため、その音に反応して体が勝手に動くのだ。ミネラルウォーターを手に持った女性客がまだレジに行かずにデザートを物色しているのを確認すると、手元に視線を戻す。コンビニを舞台に書こうとした時に、私はでも最初に体を想像しました。あの主人公の体を通したコンビニを書こうと思いました。それで匂いとか、匂いはあんまり書かれてませんが、匂いとか見えるものとかいろいろ想像して、一番やっぱり先に入ってくる書きたいと思ったのは音でした。コンビニエンスストアで実際に働いていると、それはすごく音がいっぱい聞こえるんです。お客さんのヒールの音に反応して体が動いたり、その音と体が一緒に反応している、反応し合ってる感じ、それが描きたくて音をたくさん描きました。私は子どもの頃、小学校10歳くらいの時から小説を書き始めました。その時にすごく思ったのが、宇宙人の目で人間を見たいということでした。人間と生き物がすごく不思議だったのです。なんか人間の家が立ち並んでると、ビルが立ち並んでると、みんなはすごく都会だって言いますが、他の生き物から見たらそれはアリ塚がたくさんあるような自然のもの宇宙人から見たら巣がいっぱいある、ものすごく大自然に見えるかもしれなくて、人間っていう生き物も頭の毛ばっかりすごく伸ばしてみたりとか、体は反ってこうやって布地の服を着て、すごく形も不思議な生き物ですよね。その生き物が いっぱいいますよね。それをもしも宇宙人か見たら、例えば猫や犬と比べて人間は本当に変な生き物だなって思うんじゃないかなって思うんです。日本の女性の作家さんで松浦理恵子さんという作家さんがいます。彼女は、私は女とか人間っていう枠にとても閉じ込められていました。自分で自分をものすごく呪っていました。拘束していました。それをそうではない生き方やを教えてくれました。例えば人間が犬になってしまう話や、女の人の親指がペニスになってしまう話、私はとても熱心に読みました。それはとても奇妙なだけではなくて、本当に私を救ってくれました。私を自由に、私の魂を自由では、人間ではない、女でもない、私だけのクリーチャー、私だけの生き物という場所へ連れて行ってくれました。そのことは本当に感謝しています。私が大学生の頃の店長に、すごく影響を受けた店長に言われたのが、
健康で、お店に来ることも含めて時給だと。だから自分の体調管理をしないのは本当にダメで、風邪や例えば熱があっても熱があるような風になってはいけないというふうに言われて、私はとても素直にものすごく風邪をひかないように気をつけて真面目に言っていました。でも本当に具合が悪いのに働いてる子もたくさんいました。でも今考えるとやっぱりそれはちょっと変でしたね。過剰だったと思っています。私はコンビニエンスストアで働いた時にすっごく自分が洗脳されたっていうふうに思いました。ちょっと異常なくらい頑張って働いていたと思います。お休みも全く取らないし、全く店員として例えばハラスメントのようなことをされても我慢したりとか、もうコンビニの神様みたいなものに絶対裏切れなくて、なんかそういう気持ちで働いていました。それはちょっと怖かった、怖い状態だったと今は思っています。日本はすごく安定を求めているので、特に、ご飯が食べられなくなること、生活できなくなることがすごく問題になっていて、自分がそうならないように安定することをすごく求めています。たくさんの人が、子どもたちや学生が安定、将来は安定したいと言います。アルバイトの仕事はとても不安定で、ある日店長からクビになってしまうかもしれないし、お店が潰れてしまうかもしれないし、安定はしないお仕事なのです。私が今例えばサイン会とか、日本でのサイン会とかでとか大学に行ってお話をしたりして思うのが、その個人、自分が何が本当にしたいのか、自分が本当に好きなことややりたいことが何なのか分からなくなってしまっている人がたくさんいると感じます。それが分からなくて、とにかく安定しなければいけないっていうことが先にあって、それはちょっと怖いことに感じました。もちろん安定することはすごく大切なことかもしれないけれど、みんながすごく迷った目で自分が何をしたいのかわからない、だからとにかく安定するために大学生の女の子が、とにかく安定しなければいけないから、でも自分はお金が安定して稼げるお仕事に就けないから婚活をして結婚しなければいけないというふうに言って泣いている女の子と何人か会いました。手紙をもらいました。私はそれは苦しかったです。その彼女が本当に好きなこと、本当に好きな生き方で生きてほしいと願いました。小説を読むということは、自分が立っている場所から見えないものを見るっていうことができると思っています。自分が想像したことがない人になりきったり、自分が行ったことのない場所を生々しく そこの場所の食べ物を食べたり、小説のを読むことで人はいろんな場所に、いろんな場所やいろんな人の中にトリップできます。そのことはすごく、重要、とてもいろんな問題があるけれど、自分の人生の中だけだったら想像できなかった場所へ行って、そこで生きることができる、そこで
生きてる自分を想像することができる。それは、ものすごく遠回りに見えるかもしれませんが、ものすごく重要なこと、ものすごく根底、いろんな問題と向き合う時の根底としてすごく重要なことだと思います。